さあキャプテン、では動画インタビュー始めていきましょう、はい、本日お願いします。初参加いただきました、はい、トレパニさんですね、こんにちは、はい、こんにちは皆さんもね、ぜひトレパニさん、トレパニです。皆さん逃げてますけれども皆さんいらっしゃいますからね、さあトレパニさん、これはどういったお仲間でチームをやってるんでしょうか。会社の同僚です。なるほどですね、はい、素晴らしい。休日でもこうしてね、オフも一緒に楽しめるなんて、はい、それは素晴らしい職場環境ですね。もちろんです。でトレパニの名前の由来は、はい何ですかトレパニって。これ由来はトレパニまたアリコラバ由来言ってもらって。え、由来トレパニ、いや、実家のお店の名前で準備でこれで売り上げアップ。実家のお店、何屋さんなんですか。カードゲーム屋さん。カードゲーム屋さん、なるほどっすね。ぜひ皆さん、ぜひ皆さん、お願いします。お願いします。トレパニお願いします。ただその皆さんがどこにお店あるか分かってないですけど。釜石にあります。釜石にあるんですね、はい、今日結構あれですよ、沿岸から来られてるチームさん多いですからね、はい、みんな沿岸で、はい、他のチームさんも結構、他のチームアホのチームも、はい、あ、受け答えが自分なるほどですね。いや、いい雰囲気ですね、チームも、はい、これが会社のメンバーっていうか羨ましいですよ。ただみんな体を絞ってきてる色が体型だと思うんで、いいっすよ、ダイエットして帰りましょう。帰ってまた飲むんですよね、だってですよね。それが目的です。そうですよね、プラマイゼロどころかマイナスですよね、きっとね。今日の夜で、夜もしない試合が神々だよ。YouTube に、いや、楽しい雰囲気で素晴らしいですね。いや、ぜひこの後まだゲームも残ってると思うんで、はいはい、ぜひ優勝を目指して、はい、あ、そうですね、そのまま締めていただいていいですか、はい、じゃあ優勝を目指して頑張ります。最後爽やかっすか。最後爽やかでしたね。じゃあこの後ぜひ頑張ってください。トレパニさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。